美空ひばりさんのことについて、質問をするおぎやはぎ矢作さんと、それに対して答えるとんねるず石橋貴明さん。そんな感じだったんだよね。あの高さんって、あの美空ひばりさんのことをお嬢って言うじゃないですか。あれ何なんですか。いや、あれは俺たちがお嬢お嬢ってなんか言ってた。ただ美空さんがどこかのタイミングで、ね、あんたたちなんで私のお嬢って呼ぶのって、俺たちがいやマブダチだからだよって言ってた。ただお嬢マブダチってことが分かんなくて、マブダチって何って聞いてたから、いやすっげえ仲いい人みたいなって感じで答えたら、じゃあいいわよマブダチで、私たち今日からマブダチでって感じで、美空さんが言うわけ。ただ一回さ、俺たちがなんかどっか歌番組に出てて、ちょっとふざけってやっとき俺たちのさ歌の感じだから、まあね、そう、どうもエスカローだから足のマッチョマンだから、その辺の曲からほでたら、終わったら勢いって分かってお嬢か、あなたたち何ふざけて歌ってんの見てたわよとかつって、おあなたちょっと反省するためにうちに来なさいとかつって、お嬢から呼び出し受けて、お嬢んちってすっげえでっかいテレビの前で正座させる、はいはい、コン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 と、あなたちと私のこの映像を見ながら勉強しなさいとか、うん、映像を見させられてこうやって言ってたから、うん、途中でお嬢が、私たちちょっと私トイレ行ってくるからって言って、ちゃんと見てなさいよとかつってバーって言った時に乗れてあげると、うん、早くしちゃうって言ってピピピピとかつって、お嬢お嬢帰ってきたってピッってやって、またこうやってしたら、うん、お嬢が、うん、あなたちゃんと見てたろって、はいって言ってパッと見たら、あれ早いわねとかつってだからね、ことやってた。いい話聞けたな。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。